日本の北方ですね、主に北海道ですけども、アイヌと呼ばれる人たちがいるわけですね。日本民族と言いますと大体はまあ同じなんですけども、やっぱり、熊本にの人たちとか、それからアイヌの人たちとか、それから沖縄の人たちもちょっと平均的って言いますか、何が平均的か分かんないんですけど、まあ、平均的な日本人に比べると少し特徴があるわけですね。まあ、血筋が少し違ったり、大陸系とか海洋系とか言いますですね。まあ、そういう点じゃアイヌの人たちの顔立ちってのはどっちかって言ったらちょっと沖縄系って言いますか、少し濃い感じがしまして、少し何て言いますか、頭髪とかそれからヒゲなんかも濃い感じがありますね。そのアイヌの人たちの生活っていうのはそれほど現在の日本人に知られておりません。しかし、まあ、私が5年ほどですね、名古屋大学時代にアイヌの研究をいたしました。私はまあ文学ではないので歴史を研究するというか、むしろアイヌの生活とかそこで使う材料とか武器とか、まあ、そういったものを中心にまあ研究したわけですが、まあ、その過程で非常に感心したことがあります。まあ、一言で言えばアイヌほど立派な民族はいないと言っていいほどで、まあ、例えばアメリカインディアンとか、まあ、そういった人たちと共通するですね、誇りとそれから穏やかさと、まあ、激しさと、そして平和を愛する心を持っていると、誠実だと、まあ、こんな感じがするんですね。もともとの民族は多分東北あたりから北に住んでおりまして、顔立ちから言うと南の方から移動してきたというふうに考えられますが、生活様式から言うと北の方から来たと、まあ、いうふうにも考えられ、まあ、そのうち DNA 鑑定なんかで詳細にその成り立ちが分かると思います。生活様式は日本人のほとんどは現在では農耕民族なんですけども、アイヌは狩猟民族であります。まあ、したがってちょうど大陸と、まあ、カラフトを通じてきたという説もあってですね、それもあながち間違いでもないかなというふうに思ったりいたします。狩猟民族ですから、自然の中の動植物、主に動物ですね、それを刈り取って、そしてそれから食料を得るというのを生活しております。農耕というのはですね、基本的には、稲を植えてとかそういう形になりますので、あるところに定住してて毎年毎年同じことをするという傾向があるんですが、狩猟民族っていうのは動物を狩猟するのが主ですので、自然の中で育ってくる生物、例えばクマだとかですね、それからサケと、まあ、いったものを取るわけですから、まあ、自然との関係が非常に深いんですね。まあ、最近日本でも自然を大切にとか自然と共になんて言いますけども、アイヌ民族はまあ自然と共に生きてきたわけですね。例えば、川の上流から中流から上流にかけてはアイヌはほとんど手をつけません。それはそこは神の国だという、そういう言い方をするんですけれども、神の国と思っているわけではなくてですね、上流に手をつけるとその上流で育った動植物が下流に降りてくるわけですから、それが取れなくなるわけですね。まあ、これも一つのアイヌの知恵の一つであります。ある時におばあさんが、旅行をしていておしっこしたくなったと。それで、その札幌かなんかでですね、おしっこしに行くとトイレが水洗トイレなんですね。で、おばあさん真っ青な顔して帰ってきて、もうおしっこができませんと。なんでですか？いや、水を汚すことはもう固くまあ、いけないことになっていると、まあ、こういうことなんですね。まあ、水を汚すということは水は流れていきますから、自分が汚した水がどこまで行くかわからないわけですね。ですから、アイヌの文化では水の中に、人間の汚いものを流すということはもうこれはできないわけであります。私たちは平気で水を汚すんですけど、水を汚すということがどういうことかということもアイヌは知っております。まあ、アイヌが歴史的に登場するのは、まあ、大体、紀元1000年ぐらい、まあ、平安時代ぐらいまではアイヌのような人が北の方にいるなぐらいだったんですが、具体的にそのアイヌとの交渉が始まり、あるいは戦争になったことがあります。3回ほどですね。一番有名な戦争はシャクシャインという人のいる時の戦争があるんですが、和人ですね。和人というのは私たちのことを言うんですけども、日本人ですね。日本人とアイヌの戦いって3回あるんですね。
いずれも日本人が勝つんですが、それは和人が強いからではなくてですね、実は和人はずるくて騙すんですよね。ところがアイヌ民族って本当に綺麗な心の人たちなんで、人を騙すということをしないんですね。例えば和人はですね、敵将と酒を酌み交わせて、もう和睦しようやという席を設けて、そこでアイヌの首謀者を殺すとかですね、そういうようなこのことをやるんですが、アイヌは絶対やりません。その点ではアメリカを征服した今のアメリカ人と、もともとアメリカに住んでたインディアンと呼ばれる人たちの関係とかなり似てるんですね。ところで、非常に感心することはですね、アイヌも結構な人数が北海道にいたんですが、戦争の記録がないんですよね。記録っていうか、もともとアイヌは、文字を持たないので、紙に書いた記録はないんですけども、伝承にもないんですね。で、伝承っていうのは非常に、言葉でこう伝承するんですけども、口で伝承するものっていうのは重要なものは必ず残ります。というのは、口で伝承すると頭で覚えるしかないので、重要なものだけが残るんですね。その点で戦争の伝承がないっていうことは、おそらくアイヌの間での戦争がなかったと思われます。実際ですね、武器が、人間を殺す武器はほとんど見つからないんですね。熊を退治す取る非常に鋭利な、ナタとか、それから狐を狩る矢尻のようなもの、弓なんていうのはいくらでもあるんですが、人間を殺すための刀というのは見つかっておりません。それからアイヌの考古学者の研究によるとですね、アイヌの遺骨のうち刀傷があるものはわずか3体と言われておりまして、なんか喧嘩か事故ぐらいの感じであります。若干小さな何ていうかお城というか、そういうものがなかったわけじゃないんですが、その周りにはですね、若干の石があるぐらいで、戦争の跡がないと、いうようなことでありますので、非常に平和な民族だったと思いますね。アイヌが平和な民族だったということと、タバコとは結構関係があると思われますが、これアメリカインディアもそうなんですけども、タバコというのはなんか人間を温和にする効果を持っているように思いますね。それで、何か争い事が起こりそうになりますと、アイヌは相手のところに行ってですね、お互いにタバコを吸いながら世間話をし、その間に敵対心というのをなくしていくわけですね。そしてお互いに喧嘩しないで仲良くやろうと、そのためにはどうしたらいいかっていうのをタバコを吸いながら考えるということで、キセルもかなり、私も材料とかそういうのを調べたもんですから、キセルなんかはかなり発達しております。現在の禁煙運動に私はちょっと辛いんですけども、タバコを吸うなという人は非常にこう喧嘩っ早いですね。それからタバコを吸う人は比較的穏やかですね。これは歴史的にも民族的にもそうではないかというふうに思います。私がアイヌの文化に興味を持ったのはですね、実は網走にですね、北方民族博物館というところがありまして、そこに北見に住んでる方に案内されて行きました。そしてそこには農具とかですね、アイヌが着てるものとか靴なんかがあったんですが、その北方民族博物館に行った時にもう本当に強い衝撃を受けたわけですね。というのは、博物館の中全部歴史のものなんですけども、血の匂いのするものがないんですよ、人間同士の。そしてそれで、ああこんなの文化があるんだなと思って、北見からその時ちょうど羽田経由で鹿児島まで行きました。鹿児島に着いて、鹿児島の友人が今度は島津の博物館に連れて行ってくれました。そしたらそこはですね、8割ぐらいが歴史のものが同じように置いてあるんです。8割ぐらいが戦争のものなんですね。例えば甲冑であったり、刀であったり、私があと明治の初期に作られた大砲なんかもそこに陳列されておりました。そのあまりの差ですね。アイヌは平和を愛して、我々和人ですね、日本人は戦争が好きなんだなとこう思った記憶があります。いずれにしてもアイヌはですね、明治の初めにもともと江戸の末期からもう函館に松前藩がありまして、アイヌはかなり圧迫されておりました。明治になって本格的に圧迫されてですね、現在ではほとんどアイヌの最後の純粋なアイヌの人たちはですね、札幌郊外とか旭川とか、それからその釧路の方に住んでおられるんですけども、非常に数が少ないですね。
本当に人格の立派ないい方がいっぱいおられますが、もうアイヌの血はなくなりつつあります。なぜアイヌの血がなくなりつつあるのか。それはアイヌの人たちが平和を愛することなんですね。平和を残念ながら人間の、現在の人間は非常にこう異常であって、まあ、子供向けの漫画のほとんどが、人をやっつける、人を殺すという漫画の内容を持ってるんですが、それと同じような性質を持っております。まあ、その中で、まあ、鉄人アイヌ、平和を愛するアイヌがですね、戦いに弱いがゆえに蔑まれ、人を殺すのが下手なゆえに滅亡していこうとしていると、いうことは一体何を意味するのか。私がアイヌの歴史を、まあ、5年ほど研究し、まあ、その一番大きな疑問がそれであります。現在の世界でもですね、暴力の強い人殺しのうまいアメリカが、まあ、非常に力を得て、平和に住んでいる人たちが圧迫されるという現状、まあ、これはですね、この人類が滅びるまでもう仕方のないものなのか、それとも人類というのは発展して、精神的にも発展して下流に降りてくるわけですから、それが取れなくなるわけですね。まあ、これも一つのアイヌの知恵の一つであります。ある時におばあさんが、旅行をしていておしっこしたくなったと。それで、その札幌かなんかでですね、おしっこしに行くとトイレが水洗トイレなんですね。で、おばあさん真っ青な顔して帰ってきて、もうおしっこができませんと。なんでですか？いや、水を汚すことはもう固く、いけないことになってると。まあ、こういうことなんですね。まあ、水を汚すということは水は流れていきますから、自分が汚した水がどこまで行くかわからないわけですね。ですから、アイヌの文化では水の中に、人間の汚いものを流すということはもうこれはできないわけであります。私たちは平気で水を汚すんですけど、水を汚すということがどういうことかということもアイヌは知っております。まあ、アイヌが歴史的に登場するのは、まあ、大体、紀元1000年ぐらい、平安時代ぐらいまではアイヌのような人が北の方にいるなぐらいだったんですが、具体的にそのアイヌとの交渉が始まり、あるいは戦争になったことがあります。3回ほどですね。一番有名な戦争はシャクシャインという人のいる時の戦争があるんですが、和人ですね。和人というのは私たちのことを言うんですけども、日本人ですね。日本人とアイヌの戦いって3回あるんですね。いずれも日本人が勝つんですが、それは日本人が強いからではなくてですね、実は和人はずるくて騙すんですよね。ところがアイヌ民族って本当に綺麗な心の人たちなんで、人を騙すということをしないんですね。例えば和人はですね、敵将と酒を酌み交わせて、もう和睦しようやという席を設けて、そこでアイヌの首謀者を殺すとかですね、そういうようなこのことをやるんですが、アイヌは絶対やりません。その点ではアメリカを征服した今のアメリカ人と、もともとアメリカに住んでたインディアンと呼ばれる人たちの関係とかなり似てるんですね。ところで、非常に感心することはですね、アイヌも結構な人数が北海道にいたんですが、戦争の記録がないんですよね。記録っていうか、もともとアイヌは、文字を持たないので、紙に書いた記録はないんですけども、伝承にもないんですね。で、伝承っていうのは非常に、言葉でこう伝承するんですけども、口で伝承するものっていうのは重要なものは必ず残ります。というのは、口で伝承すると頭で覚えるしかないので、重要なものだけが残るんですね。その点で戦争の伝承がないっていうことは、おそらくアイヌの間での戦争がなかったと思われます。実際ですね、武器が、人間を殺す武器はほとんど見つからないんですね。熊を退治取る非常に鋭利な、ナタとか、それから狐を狩る、言葉でこう伝承するんですけども、口で伝承するものっていうのは重要なものは必ず残ります。というのは、口で伝承すると頭で覚えるしかないので、重要なものだけが残るんですね。その点で戦争の伝承がないっていうことは、おそらくアイヌの間での戦争がなかったと思われます。実際ですね、武器が、人間を殺す武器はほとんど見つからないんですね。熊を退治取る非常に鋭利な、ナタとか、それから狐を狩る矢尻のようなもの、弓なんていうのはいくらでもあるんですが、人間を殺すための刀というのは見つかっておりません。それからアイヌの考古学者の、
研究によるとですね、アイヌの遺骨のうち刀傷があるものはわずか3体と言われておりまして、なんか喧嘩か事故ぐらいの感じであります。若干小さなやあのなんていうかお城というか、そういうものがなかったわけじゃないんですが、その周りにはですね若干の石があるぐらいで戦争の跡がないと、まあ、いうようなことでありますので、非常に平和な民族だったと思いますね。アイヌが平和な民族だったということとタバコとは結構関係があると思われますが、これアメリカインディアもそうなんですけども、タバコというのはなんか人間を温和にする効果を持っているように思いますね。それで、何か争い事が起こりそうになりますと、アイヌは相手のところに行ってですね、お互いにタバコを吸いながら世間話をし、その間に、まあ、敵対心というのをなくしていくわけですね。そして、まあお互いに喧嘩しないで仲良くやろうと、そのためにはどうしたらいいかっていうのをタバコを吸いながら考えるということで、キセルもかなり、私も材料とかそういうのを調べたもんですから、キセルなんかはかなり発達しております。現在の禁煙運動に私はちょっと辛いんですけども、タバコを吸うなという人は非常にこう喧嘩っ早いですね。それからタバコを吸う人は比較的穏やかですね。これは歴史的にも民族的にもそうではないかというふうに思います。私がアイヌの文化に興味を持ったのはですね、実は網走にですね、北方民族博物館というところがありまして、そこに北見に住んでる方に案内されて行きました。そしてそこの、そこには農具とかですね、アイヌが着てるものとか靴なんかがあったんですが、その北方民族博物館に行った時にも本当に強い衝撃を受けたわけですね。というのは博物館の中全部歴史のものなんですけども、血の匂いのするものがないんですよ、人間同士の。そしてそれで、ああこんなの文化があるんだなと思って、北見からその時ちょうど羽田経由で鹿児島まで行きました鹿児島に着いて、鹿児島の友人が今度は島津の博物館に連れて行ってくれました、こういうことなんですね。水を汚すということは水は流れていきますから、自分が汚した水がどこまで行くかわからないわけですね。ですから、アイヌの文化では水の中に、人間の汚いものを流すということはもうこれはできないわけであります。私たちは平気で水を汚すんですけど、水を汚すということがどういうことかということもアイヌは知っております。アイヌが歴史的に登場するのは大体1000年紀元1000年ぐらい、平安時代ぐらいまではアイヌのような人が北の方にいるなぐらいだったんですが、具体的にそのアイヌとの交渉が始まり、あるいは戦争になったことがあります。3回ほどですね。一番有名な戦争はシャクシャインという人のいる時の戦争があるんですが、和人ですね、和人というのは私たちのことを言うんですけども、日本人ですね、日本人とアイヌの戦いって3回あるんですね。いずれも日本人が勝つんですが、それは日本人、和人が強いからではなくてですね、実は和人はずるくて騙すんですよね。ところがアイヌ民族って本当に綺麗な心の人たちなんで、人を騙すということをしないんですね。例えば和人はですね、敵将と酒を酌み交わせて、もう和睦しようやという席を設けて、そこでアイヌの首謀者を殺すとかですね、そういうようなことをやるんですが、アイヌは絶対やりません。その点ではアメリカを征服した今のアメリカ人と、もともとアメリカに住んでたインディアンと呼ばれる人たちの関係とかなり似てるんですね。ところで非常に感心することはですね、アイヌも結構な人数が北海道にいたんですが、戦争の記録がないんですよね。記録っていうか、もともとアイヌは文字を持たないので、紙に書いた記録はないんですけども、伝承にもないんですね。で、伝承っていうのは非常に、言葉でこう伝承するんですけども、口で伝承するものっていうのは重要なものは必ず残ります。というのは、口で伝承すると頭で覚えるしかないので、重要なものだけが残るんですね。その点で戦争の伝承がないっていうことは、おそらくアイヌの間での戦争がなかったと思われます。実際ですね、武器が、人間を殺す武器はほとんど見つからないんですね。熊を退治取る非常に鋭利な、ナタとか、それから狐を狩る矢尻のようなもの、弓なんていうのはいくらでもあるんですが、人間を殺すための刀というのは見つかっておりません。それからアイヌの考古学者の研究によるとですね、
アイヌの遺骨のうち刀傷があるものはわずか3体と言われておりまして、なんか喧嘩か事故ぐらいの感じであります。若干小さなやあのなんていうかお城というか、あ、そういうものがなかったわけじゃないんですが、その周りにはですね、若干の石があるぐらいで、